はい、今回はですね、最近一部改良を実施したトヨタの新型ルーミーの方ですね、オプション関係も一部指針されてるんで、おすすめのオプション関係を紹介しながら見積もっていきます。最新納期とか値引き額の相場に関しても判明してきて、まあ大きな改良ではなかったんですけどね、まあ一番人気のカスタムの G ですね、1ターCVT こちらの方が一番人気となってるんで選択して、192万4000円、まあタンクのデザインよりこのルーミーカスタムの方が人気があるみたいで、1リッタートランスミッション CVT で駆動が2駆、燃費が 18.4 なんで、まあそこまで燃費良くなくて、現行型の最終的な改良と言われてるんで、ハイビートを積むことなく1リッターの NA とターボですね。でボディ色が2色廃止になって、全10色になって、やっぱりターコイズがいいですよね。ホワイト、ブラック、シルバー関係が人気ではあるんですけどね、まあこちらのターコイズブルーマイカを選択して、ツートーンが2色配信になって、インテリアからファブリックの撥水機能付きのブラックですね。でオプション関係でエクステリアはエアロ関係はもうスルーしていって、リアバンパーステップガードですね、こちらの方を選択して、ラケッジ部分価格的には全体的に1万ですね、1万円改良前に加えたら価格の方は高くなっていて、 GR 関係のパーツもありますね。ピラーガーニッシュあまり気にならない場所ではあって、もう個別につけてきます。バイザー2900円、ナンバーフレームベーシック前後つけといて、ドアミラー浸水仕様になって、マットガード安いですね、フロントリアで、あとはインテリアでコンフォートビューパッケージにですね、ナノ EX の方が追加して、フロントシートヒーター、シートバックテーブル、運転席助手席両方で34,100円、かなりお得な内容となってるんで、これは必須ですね。マットグレーかレッドか選択できて、でベーシックも18,700円で安いですね。でここら辺はシートカバー関係、赤外線カットフィルム、スモークの方27,500円、ルーミーってか結構オプション関係安めですよね。ピラーライトこんな感じですね、バスみたいな、ドアハンドル部分ポケットイルミもブルーでつけといて、ホワイトもあって24,200円で、オープントレイも9680円でつけといて、フロントトレイもつけといて、フット部分まあ全部つけても7、8万なんで、でスイッチ部分もつけといて、ボックス付き大型アームレスト、これ便利ですね。あ、コンフォートビューパッケージが解除されるんで、
つけないでいて、スカフプレートステンレス光らないです今日ね。安い12,100円、シリコンマットラゲージソートトレイ9,900円、トレイラゲージマットカーペットタイプ7,700円、ロングラゲージマットもあって、トノカワードが嫌ですよね。コンソールボックス、キーケースも選択できるんですね。今までウェブページだと選択できなかったんですけどね。まあイエローとグリーンですね、つけといて、であとはもうセットオプションの方で選択できたんですけどね。でセーフティーセキュリティサイドエアバッグ、まあ上級グレードにはもう標準装備にしてほしいような、ピアライト外して安全性重視で、盗難防止つけといて安い保護線390円で、あとはつけてないですよね。フェンダーランプ、まあ車格そんなに大きな車格でもないですし、プロジェクションイルミルーミつけといて28,600円で、 LED 仕様にしてマップランプですね5,060円、ルームランプも LED 仕様にして、ラゲッジもですね。で、あとはナビレディパッケージも必須ですよね。バックカメラ、ステアリングスイッチ、パナミックビュー、誤調を優先して全方位ですね。で、これまた別9インチ、含まれてるんでしょうね、こっちに。バックカメラ、ステアリングスイッチ付きで、車載機 2.0 セットアップつけて、こちらですね2750円、 12.1 インチの光石ディスプレイ、ややこしいですねまあここら辺もスルーして、で合計会場後ルーミーカスタム一括倍に変更して、車用本体価格192万4,000円、まあボディ色とかは無料なんで、オプションメイクアプション含めて509,960円で、これだけつけて若干多めにつけて、税金諸費用、まあガソリン車なんで特に減税免税なくて、店頭引き渡しにして、で諸経費161,710円で、車用本体、メイクアプション、ディーラーオプション、諸経費足して259,5670円、値引き額の相場が大体2,30万、ルーミーカスタムに延長保証とかメンテパック、あとはコーティングですね足して、値引き額多めで、納期に関しては大体来年の3月か4月という情報なんで、半年ぐらいですねっていう情報です。はい、今回新型ルーミーカスタムの G グレードの方を見積もってみたでした。